アビゲイル・シュライヤーさんのトランスジェンダーになりたい少女たちこちらがですね産経新聞出版から4月3日に出されまして即座に10出体ということでアマゾンの方では全体で1位これアマゾンの方の本の全体で1位になるっていうのはなかなかすごいんですよそれぞれの部門ごとの1位っていうのはあるんですけれど全体で1位、まあ、それだけ売れているんですね一方本屋さんの中では やだおっかないとばかりに脅迫が相次いだとかっていうことで店頭に並べる並べない一冊だけ置いといて売れたらすかさず補充とかっていう形だったり本ありますかって言ったら山川出たみたいななんかそういう形になってるという話も聞きます。今でですね本屋さんんの方でこんな嫌がらせをしててるって 小学生かって言いたくなりますけれどこれトゥギアザーでですすす画面切り替えますこちらですねトランスジェンダーになりたい少女たちおそらく手作りと思われる帯がついていたのですが蛍光ペンで文字にラインが引かれている荒井荒いさんの書店員さんの苦肉の作なのか本は棚に刺さってるだけ本発売日前だからセルフ検索機には引っかからなかった4月2日の投稿ですので。 えっと、オフィシャルの発売日が4月3日その前日ですねでこちらはい「トランスジェンダーになりたい少女たち産経新聞出版」ということで著者のアビーゲイル・シュライアーはアメリカのジャーナリストえト,ランジェトランスジェンダーの子供を持つ親などに取材して書かれた本だが内容についてはアメリカでも賛否両論で科学的根拠を、えー疑,うえー、疑う批判もあるということでこれ カラーペンですよね。健康ペンって書いてますんでわざわざ書店員が作ったものを帯としてひっつけてる。だって本当の本帯これですから、まあ、少なくとも Amazon で買ったらこういう帯で来ますんでそれをこういうものをつけて嫌がらせをしているということこれ本屋さんは訴えた方がいいんじゃないでしょうか これ本屋さんが本屋さんとしてやっているんであればあんたバーカって話本屋さんって面積の取り合いなんですよ場所の取り合いなんですよ一冊刺さってたっていう表現は多分この方本屋さん好きなんでしょうね本好きなんでしょうね多分こう本棚に刺さってたっていう状態だと思うんですねでこう置いてあったら置いてあったわけですからこれね平積みって言われるもの 本屋さんというのはこの棚も含めて場所の取り合いなんですよお客さんの目に触れるのは本屋さんの店先しかないんでなのでこれ刺してあった棚のこの背表紙だけだったとしてもこれ他の本他にもっと売れる本があればそちらを置いた方が本屋さんとしては儲かるんですよ。しかしわざと売れないかのようなネガキャンをやってるのはこれは普通に考えたら店員さんがやっている。 私何でも晒せっていうのはおかしいかなとも思うんですけれどこういう商売の邪魔をしている店員邪魔だからクビにした方がいいというかクビにしなきゃダメだと思いますよわざわざ売れる本を売れないようにして売れ,売れにくいようにしてそして自分がおすすめしたい本を売っているだったらばお前てめえで本屋や,やらあ失礼しましたちょっとね商売のこととかね私も本好きの端くれにいますんで。 ならば自分で本屋さん開きなさいよっていうところどっかにね自分の趣味の本屋開いて「全然潰れるんです大変です」ってね「寄付をください」とか言ってんざわざあそういう本屋さん見かけましたけどね朝日新聞とか東京新聞が積極的に宣伝してたんですけれど本が売れていいす売れるかか、ね、そんなそんなばバ,バカにバカに正直な気,お気持ちを垂れ流していて商売ができるかって話自分でやりなさいっていう話 まして自分の意見お気持ちを表明したかったらこんなね質面倒くさいあ失礼本じゃなくっっ、Twitter、だってツイッターだってブログだって YouTube 番組だって自分で作れるわけです自分と同じ考え方の人を探し自分の考え方に共鳴する人を増やしたいんであれば紙の本もいいですし紙の本にこだわらずにネット配信だってできるわけです嫌がらせをするんだ足を引っ張るなって話さらに言いますと こちらの本の LGBT なんちゃらかんちゃらっていうところに関しては私は言及は避けておきます。というのはこれはそれぞれの専門家が話し合えばいいんですね。で先ほどの朝日新聞朝日新聞じゃない先ほどの本屋さんの方での嫌がらせのような帯の中で批判があったということがありました。で確かにこのトランスジェンダーになりたい少女たちという本は大人にこの少女たちの親,親御さんに 親御さんんにに話を聞いているんで当人に聞いていないいいいいててるで当人ななじゃないか、えー、という批判がありますただしこの当人に聞いていないんじゃないかっていうのはその当人たちは心を閉ざし言葉を閉ざし口を閉ざし自分の価値観の合う人以外に口を開かなくなっちゃっている人たちもいた少女たちもいたのでこれはやっぱり親から聞くしかなかったという意見もあります反論もあります一方子供から聞いている本があるんですそれがこちら つながりっぱなしの日常を生きるソーシャルメディアが若者にもたらしたもの。ということでですね、ここの方の帯にあります宣伝文句いきますとネット中毒リテラシープライバシー、ネットにまつわる定説は次々に覆されたアメリカ SNS 研究の第一人者が解き明かした10代の複雑な生活から少し先の日本が見えてくるとなっております。こここちちららはでですね、のの裏のところだけでも、 十分見えてくるかなっていうところ。ちょっとこちらの画面で紹介しておきます。なぜ若者はネットでよからぬことをしているように見えるのか。なぜ若者はネットで開けっぴろげにしてしまうのか。何が若者をソーシャルメディアには,、えー、はまらせてしまうのか。ちょめちょめ、あ、じゃなく性犯罪者はそこら中にうろついているのか。いじめ、不平等、リテラシー、パブリック。 このようなことについて若者に話を聞いてまとめているのがこのつながりっぱなしの日常を生きるという本なんですね。この本が今からもう10年前、2014年に出ているんですよ。この時すでに SNS が若者にもたらす影響力というものがやばいことになってますよって伝えられてるんです。こちらを見て私驚いたのは アメリカの若者の多くが放課後がないといととうことどういうことかと言いますと、まあ、地域とかにもよっても違うんですけれど学校が終わった子供を親御さんが迎えに行かないと親御さんが逮捕されちゃうぞという児童、まあ、虐待だとかちゃんとケアをしていないという扱いにされちゃうという地域もあるようでそうすると親御さんが送り迎えをする。 子どもなんていうものはね大体あの2桁ぐらいになっちゃいますと、まあ、10, ちゃい10ちゃい超えたりとかしますと大人に見えないようによからぬことあといっても秘密基地作ったりとかですよ団子虫集めたりとか、まあ、そのようなそれぐらいのようなことから始まるんですけどねそのようなことから始まるんですけれど、まあ、大人に黙ってなんかいろんなことをしてそれで大人になっていく。 ところがずっと親の監視のもとで育ちますので自分に自由に自分が自由にできる時間というのはインターネットの中だけインターネットの中だけそこには本当に同い年だとか同じ価値観の人もいればよからぬことよからぬことある意味多数派を作ろうとして本の帯で嫌がらせをするかのようなことをインターネット上で ややりががるやがいるいんですそこにウブな年ンじゃあるまいしというかリアルのウブな年ンがそこに行ってなんだか横島のことを考えている活動家と接点があったときに赤子の手をひねるように赤子,の手をひ赤子の手をひねるように洗脳することなんて造作のないことさらにインターネット空間はエコーチェンバー エコーチェンバーになりますさらには参考文献にしても何にしてももっと言いますと例えばこちらの本ではグルっていう表現したかなまあいわゆる孫子 <laughs> 孫子その孫子のところにとある少女なり何なりがいとことことこってノコノコノコって言っちゃった時にこの孫子の言うことが孫子の言うことは素晴らしいんですよなんてね言う声が周りから聞こえてくる だ玉でしょうかいいえ。にん,にん分身の術。なんてこともあり得るんです。どういうことかというと、孫子です。まあ、オピニオンリーダーです。そこにのこのことやってきた少女に何かを言う。これが例えば、掲示板のような、あるいはチャットのような、ツイッターとかでもいいです。LINE とかでもいいです。TikTok でも。こうしたところで、周りが褒めそうやす。 さすが、孫子、素晴らしいっていうコメントに溢れていって、その中には、こののこのことやってきた少女を気にかけながらも、しかし孫子の言ってることが正しいんだよということをコメントで寄せて、背中をトーンと押す。その、トーンと押したのが、実は目の前にいる孫子が、分身の術を使って、別名アカウントでトーンと背中を押す。 ここうしたことががもやすくでできるのがインターネット空間なんです。さらにですねこちらのトランスジェンダーになりたい少女たちの本の一応3分の1までい,いかな4分の1までの内容でお話ししてますけれどそこで出てきているのがもうすでにあの親御さん親御さんこの少女たちの親御さんがインクルーシブな、まあ、というよりはそのポリティカルコレクトネス 的な多様性に対して寛容。だと言うんです寛容これもなかなかにやだおっかないっていう話なのは多様性の意味から頭ごなしに全否定する人大人親っていうのもどうかなって気がしますよ。どうかなっていう気はしますけれどそもそも論でそこに高いハードルがありますと子どもが 少女になり少女が大人になっていく過程の間にいくつものハードルが心理的なハードルができるわけですしかし親御さんがまあ多様性のある時代だからね多様性大事にしなきゃいけないからねっていう環境で育ったら心理的な抵抗がもうそもそも低いわけですそして思春期というものは移ろいやすいんですそれは誰もが経験していることですその誰もが経験している移ろいやすさの中に分身の術を使う孫子がいて 自ら分身の術をを使って背中をトーンと押すこちらのトランスジェンダーになりたい少女たちの中の4分の1の内容と断っておきますけれどそこの時点である日目覚めたウェイクしちゃったウェイク目覚めてしまった少女たちの中には目覚めた瞬間親御さんのことを毒親毒親と言い始める少女がいたそうです。 寛容だったはずの理解力があって、とある少女の場合には、大学に行く費用を日本円にして1000万超すのかなを出してあげたり、ニューヨークで一人暮らしをするにあたって、その費用を出してあげたりした親御さんを、毒親。目覚めた瞬間、毒親。そういうことを言い出す人たちがいる。これですね。あの、かつてのオウム真理教とかの時の出家信者。これで我々は、 見たことがあります少なくとも40以上ですかねあのオウム真理教の事件を少なくともテレビででも雑誌ででも見たことがある人ならばどこかで耳に届いたそれがあの出家信者の話でしてこちらの方で紹介されている事例というのは私たち日本社会のある一定の世代を超えた人たちからするとオウム真理教における出家信者と同じような状態が在宅で オンンライででテレワークで実現やだおっかないやだおっかない、まあ、そうしたことが展開されているんですねですからこのトランスジェンダーだとか LGBT だとかまあこうしたことに関しての議論の前に SNS 空間にネット空間に子どもを野放しにしていることこちらの方が実は児童虐待にあたるとんでもないことが起こっているんではないかという話。 ちなみに私のというよりは私のベートな、まあ、奥さんですねの友達、まあ多分そうなんだろうっていう方がいましてその彼としておきますその彼には私たち私どもの結婚式来ていただきました参列していただきましたなので私自身はこれに対して特に何もないです何もないっていうのはバカにしてるのかじゃないですそこにいる人人ヒューマン、ヒューマン。 その意識しかないです。その人のキャラクター、個性だと思ってます。だからこれに対して、いわゆる差別だとか偏見だとか言われたら侵害です。ただ、SNS 空間、私のいささか得意とするネット空間から見ると、言うなれば、ネットっていうのは、大学の教室のようなところもあれば、幼稚園の砂場のようなところもあって、同時に、東横の なんかスタンディングオベーションをしているような少女たち少女たちとかもそこに野放しにしていて本当に大丈夫ですかというところその議論をしなければいけないときにこの本というものは役に立つんじゃないかなというのがネットに詳しい私の立場です。他にもですねこれは明日やる番組かなの方で、えー、一つのまあオチになるんですけれど。 そのインターネットという視点で見たときに、この本が、と言って、この本に関して朝日新聞とかはネガキャンをやって、ニュースやワイドショーは一切触れませんよねひ。ひ、しつけでひ。で、ひ、ひ、ひ、ピッてやって、ピッてやっちゃうぞとかっていう、なんかそんなとんでもない予告が出ている中で、それ報道すべきでしょっていう感じ。ところが、これがネガキャンをやられていて、事実上の、 脅迫をされていることについて紙の新聞紙レベルでは今朝の読売新聞4月5日の読売新聞なんかも社会面で触れていましたけれどニュースやワイドショーでは一切触れないしかしこれがインターネットがもたらす SNS がもたらす子どもたちへの悪影響という視点で立った時にニュースやワイドショーはすでに何度も何度もこれ触れているんですそれがこちらスマホのスマホの もうこれね、ネットばっかりやってるとね、もうテレビばっかり見てるとじゃなくて、SNS ばっかりやってるととかって言うんで、もうこの本はワイドショーで先祖宣伝あというより、ネットの寝かけに使われてきました。これと、これ、ついになるんですよ。というのは、このスマホの王が出たのが、今から4年前の2000年、いや2020年、日本国内の初版が出たのが20年なんです。そして、 トランスジェンダーになりたい少女たちのアメリカの現場が出たのもアメリカ時間の2020年多分そんなに差はないと思いますよ日本時間の2020年とアメリカ時間の2020年つまり SNS が子どもたちにいや日本社会とかすべての社会にもたらす影響についてはあらゆる面からの苦言というか懸念が出ているんですさらにですよこれこれでも絞り込んだ方なんですよ 繋がりすぎた世界これはメルマが長くお付き合いいただいている皆様ですと昨年の12月末ぐらいの増刊号の方で紹介しましたアイスランドの金融危機リーマンショックでアイスランドがガタガタのメタメタになったという話情報の過剰結合の下りで紹介した本なんですけれどこちらはそれぞれの国によっていろいろな事情があるのにインターネットで情報がつながったことによってあっという間に 本来的にはそれほど影響を受けないところが影響を受けてしまう。言うなれば幅と割合の話でアイスランドからした時に小さな幅で済むはずだったものが小さな割合で済むはずだったものが大きな幅そのまんま来た時に根こそぎ経済がガタガタになってしまったということでこれを大人と子どもの関係性で置き換えた時につながりすぎたインターネットの世界においては大人ならば大人ならば何とか耐えられるような情報洪水であっても 子供にも同同じじ幅の同じ量の量情報が襲いか,かってくるんですよそしてこちらの本が出たのは干支がぐるりと一周回る12年前12年前にはすでにつながりすぎた世界ということでインターネットが広がる思考感染にどう立ち向かうかっていう警告が発せられていたんですさらに言いますとこちら インターネットといってインターネットが言葉をどのように変えたかというところで細かなところで言いますといろいろなネットスラングだとかネットミームと言われる言葉が生まれて言葉が生まれたということはそこで文化が変わってくるわけですよ。かようにもうすべてのあらゆるシーンでインターネットは溶け込んでいて SNS がなければ日常生活を送ることすら難しくなっていて。 大人でさえ SNS にアップデートするのにアップアップなんてね昭和のギャグを言ってみますけれど言ってみましたけれどインターネットでさえ大人でさえアップアップしているところにその同じ同じ高さの波が子供に襲いかかってきているんですまさにやだおっかないこれがインターネット空間なんですこれら前提をまるっと踏まえた時に トランンスジェンダーになりたたい少女たち LGBT の議論トランスジェンダーの議論それは大いにやってくださいねっていうのが私の立場理解が不十分なところもありますしそれぞれがそれぞれらしく生きる社会っていうのはやっぱり素敵やん素敵やんなんですがそこに SNS というまあ言うなればサイバー上の野生の王国野生の王国に子どもたち野放しにしていていいんですか 揺れ動く多感な思春期に SNS 空間に野放しにしていいんですかインターネットを規制しろという話じゃないんですむしろ私は親の教育をすべきだと親こそがこのネット空間 SNS 時代にアップアップしてないでアップデートしろよとまあ、このことを伝えるために今日このトランスジェンダーになりたい少女たちにこのインターネットカラーまだまだいっぱいあるんですよ このつながりすぎたつながりっぱなしの日常を生きていくためのノウハウを我々はようやく身につけなければいけないというところの起点に多いくのかなという話メルマガの皆さんと共有しておく今日このことでございます。